今日まで3日間にわたり熱戦が続きました月またぎの3日間シリーズで争われた京都府営松阪ミッドナイト競輪、オッツパーカイいよいよ今シリーズの最終カードということになります結びの最終級レース A 級の決勝戦その対戦7名の選手がバンクに登場してまいりました実力は拮抗ラインは大きく2つに分かれますがここは当然同期115期の2人初日の予選でも火花を散らした古賀克広、小畑克広 やはりこの二人の主導権争いまずは注目となるでしょうか。激しい先行バトルも予想されるこの一戦。波乱の要素も十分かと思います。それでは第9レース決勝戦対戦メンバー内から順にご紹介していきます。まず1番が兵庫の墨レオナです。2番岐阜上田淳。3番群馬斉藤正弘4番大阪北川大五郎5番岐阜山田正明 6番、和歌山古賀克広そして7番、茨城小畑克広以上7名によって争います最終第9レースファイナル A 級決勝戦です。 ラインができるのは近畿勢と関東勢もちろんラインの厚み総合力という点では近畿勢古賀勝広の先導に乗って北川大五郎隅レオナこの辺りの抜け出しなるでしょうかただ今シリーズの実戦気配は抜群7番の小畑勝弘の反撃は必至足場不在の岐阜勢はそれぞれ短期で攻めますが上田順あたりの動向も不気味であります相次いで各選手が構えていきます最後は4番車北川<だ>第9レースのスタートファイナルの決勝戦 まず6番の小賀克博1番の隅レオナ4番の北川大五郎と出まして近畿勢3人すんなりと前で構えていきそうですその後近畿勢を出して2番の上田淳、後ろに3番の斉藤雅弘がついて5番の山田正明が現在後ろから2番手最高峰スタート7番の尾畑克博がここで一撮りを上げていきます連日素早いスタート取りから前に構えている小賀克博でしたが今日はすんなり近畿勢前に出ていますゆっくりと前に構えたのが6番の小賀克博 とにかく眉受けからの突っ張り先行というスタイルで昇格してからも果敢な攻めを見せ続けています今シリーズも存在感たっぷり6番の小賀勝博その小賀の先導に乗って後転下に持ち込みたいのは4番車北川大五郎今シリーズは特戦逃げて3着準決勝は115期2人を手玉に取る運びでまくり解消でしたライン固めているのが1番のススミレオナこちらは連日番手の競争で口内を見せていますその近畿3人を前に置いて現在2番の上田順がラインの切れ目そして7番の大端勝博は後ろで目を取っています。 予選では同期古賀勝弘を撃破昨日はは鮫島工事を突っ張って先行して2着連日力強いパワーを披露していますその尾端目標には3番車斎藤正弘。今回ほぼ3年半ぶりのファイナル最高峰5番の山田正明こちらも今年初のファイナルでひとまず短期戦ラインの最後尾につけています。さあ4コーナーナってまず尾端が動いた 当然、古賀克央が引きつけながらという感じですが残り2周赤番のホーム、さあここは1つ勝負どころですが小畑が叩き切るかしかし小畑が叩ききるところいや、小賀克央がやはり突っ張った小賀が突っ張って今日は小畑が冷静に番手を下げた現在は4番手、平走さあ、小畑がちょっとここは後手に回される格好になった小賀克央突っ張ってこのまま一息入れて流し先行になっているさあ、小畑克央はこのまま6番手か。 下げ切った6番手、小畑勝弘逆転になるかどうか2センターから4コーナーカーブ完全にこれは近畿勢のペースになっている古賀勝弘がこのまま再度加速ペースを上げて最終ホーム縦一本ですこれで2番手は4番、北川高展開近畿勢絶好の流れになったその間に5番の山田が5番,手、えー、5番手に切り替えてさあ、小畑勝弘ここから仕掛けた大きく車間を切った北川が引きつけている最終バックを通過してさあ、小川の一人旅まくり返す小畑、小畑も強烈な回転さあ、先頭、古賀をトラにかかる小畑その後ろに4番、北川がスイッチ4コーナー回ります。 追いかける北川逆転なるかしかし小畑勝弘先頭を振り切った小畑勝弘お見事近畿勢の二段掛けの体勢を鮮やかに力で粉砕一旦車間を切って後続を引きつけた北川大五郎でしたがしかしながら小畑勝弘のまくりに一歩反応が遅れてしまいました最後は切り替え追いすがりましたが逆転ならずの2着例によって古賀勝弘が前受けからの突っ張り先行近畿勢を引っ張っていきましたが しかしながら今日は冷静6番手に下げた大畑勝弘タイミングを取っての強烈まくり鮮やかに近畿,勢の近畿勢を力で粉砕しました7番の大畑勝弘ここも関東勢が快勝2着に4番の北川大五郎結局これに続いた1番の隅レオナが3着 抜け出したのは茨城の小畠克弘115期生3月佐世保以来実に久々5ヶ月ぶりの優勝で1・2・半戦ではこれが3回目通算9回目の V ゴール意外にも昇格後のミッドナイト戦ではこれが初めての優勝ゴールということになりました第9レース A 級の決勝戦が終了決定まで今しばらくお待ちください